それは皆さん、今回は体脂肪燃焼トレーニングを一緒にアクトレと元体操日本代表花島夏実と行っていきましょう。まず一番最初はバーピージャンプ、かなりきついと思うのでイージーモード、ハードモード、自分のレベルに合わせて選択して行っていきましょう。皆さんこんにちは、元体操日本代表の花島夏実です。今日は皆さんと一緒にヒートトレーニングをして体脂肪を燃焼していきたいと思います。一番最初のバーピージャンプではしっかりと上体が直立になるところまで立ち上がってから次の動作に移ってください。しっかり全身を使って大きな動作を行うことでよりカロリーを燃焼できるので、小さな動きにならないように大きく大きく頑張ってみてください。それでは皆さん、残りも引き続き一緒に頑張りましょう。それでは次はランジと言われる足を前後に交差させて行うトレーニングを行っていきたいと思います。足のトレーニングが続くのできついと思いますが、皆さんなら乗り越えられます。もし体力に自信がある方はジャンピングランジを頑張ってください。それでは行ってみよう。このトレーニングを行っていく際に体を斜め45度ぐらい倒した状態で行うことでお尻に刺激が入ります。上体を起こした状態で行うことで大腿四頭筋、ももの前側に刺激が入ります。自分の鍛えたい目的に合わせて方法を変えながら行ってみてください。それでは引き続き頑張りましょう。この動作は大きく足を一歩踏み出して行っていきます。スクワットをする際にお尻が後ろに出すぎたり、上体が前に倒れすぎないように意識をしながら行いましょう。このトレーニングが終わると次は上半身のトレーニングを一緒に頑張っていきます。足はもう限界に近づいていると思いますが、皆さんなら頑張れると思うので最後まで一緒に頑張りましょう。Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. それでは次はプランクの姿勢で体幹を鍛えるトレーニングを行います。体がまっすぐのまま行えるように意識してみてください。しっかりとお腹に力を入れて行うことでより効果的なので、力を抜かないように気をつけながら一緒に頑張りましょう。このプランクのトレーニングを行っていく時にはお尻をなるべく上げないように意識するのもそうですが、上体が左右に揺れないようにしっかりと体幹に力を入れたまま行っていくのポイントの一つになるので、しっかりとそこまで意識をしながら皆さん最後まで一緒に走り抜けましょう。それでは次も腕立ての状態をキープしながら引き続き腹筋のトレーニングを行っていきます。もし体力に余裕がある方はプランクダッシュ、もしもうきついなと少し感じている方はプランクの状態のままゆっくり片足ずつ胸の方に引きつけましょう。このトレーニングもなるべく体をまっすぐのまま行うことで腹筋に刺激が入るので、お尻が上に上がらないように意識して行ってみてください。しっかりと膝を引きつけて行うことで腹筋をより収縮させられるので、きつさも倍増しますが効果も倍増するので、皆さん一緒に最後まで追い込み切りましょう。
gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being. それではこれが最後の腹筋トレーニングです。足上げ腹筋と言われる腹筋の下腹部を狙ったトレーニングになります。しっかりお腹の下側に刺激を入れるためには足は地面スレスレまで下ろしましょう。それでは一緒に行ってみよう。もう皆さん相当体力の限界に近づいてきていると思いますが、しっかりと体脂肪を燃焼していくために体力の限界、いや体力の限界を超えるところまで一緒に追い込み切りましょう。ハードモードを選択して行っている方は足の高いところを触れるように上体を引きつけてください。それでは皆さん頑張って。それは次は皆さん大好き腕立て伏せプッシュアップになります。ここで腕立て伏せかよと思った方いるとは思いますが、この1回のトレーニングで全身の体脂肪を燃焼していくために全身しっかりと追い込み切りましょう。それは皆さん頑張ろう。体力的にはもう限界だと思いますが、私も頑張ったのでみんなも一緒に最後まで頑張りましょう。腕立て伏せは胸を少し張って行うことでより胸筋に刺激が入ります。胸筋に効かせたい方は脇は少しだけ閉じて行い、腕に効かせたい方は脇は少し開いた状態で行いましょう。これが終われば残り1種目です。最後まで一緒に走り抜けましょう。それではこれが最後のトレーニングです。体力がきつくてもうやめたいと思っているそこのあなた、ここまで来たら気持ちで乗り越えられます。最後に脂肪を燃焼させきりましょう。夏美と最後1種目気合で頑張りましょう。それでは皆さんやっと最後にたどり着きました。最後もう限界だと思いますが、皆さんなら必ず乗り越えられると思います。弱い自分に打ち勝って歯を食いしばって僕たちと一緒に最後の最後まで頑張りきりましょう。それでは皆さん残り30秒、一緒に頑張ろう。Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking pay. お疲れ様でした。みんなよく頑張ったね。きつい。はい、ということで、どうしてか。ああ疲れた。めちゃきついやろ。やばい、息やばい。こんなこと俺はもう何本も何本も。すごい、本当にでもこれやったら絶対マッチョになる。だって俺1日撮るとき 4,5 本撮るもんね、こういうの。これも、やばい。やばいよね。ということで、今回は全身できるヒートトレーニングということで、前回1年半前ぐらいかな、薬学生さくらちゃんっていう、と動画撮って、それが180万回ぐらい再生されてて、まあそれまた女性版と男性版で上げてほしいっていう声が多かったんで今回上げたんですけど、体操の後輩でございます。決して彼女ではございません。そんな意味深な感じ出すのやめてよ。体操で本当にすごくて、最高成績何ですか。全日本ジュニアで個人優勝。すごっ。でも国際大会出てるでしょ。あ、出てます。アジア出てます。アジア選手権、はい、素晴らしい。まあ今後ね、ショート動画でちょっと一緒に動画撮っていこうかなっていうことで今回撮らさせていただきました。まあということでね、今回は本当にサクッとできるんですけど、かなり強度が高いトレーニングということで、僕ハードモード、そして夏美ちゃんイージーモードやっていただきました。まあ途中でね、イージーモードからハードモードに変えてもらってもいいですし、ハードモードやっててうわきつすぎるってなってイージーモードに変えてもいいんで、自分のできるペースで最後まで皆さん続けていただければいいんじゃないかなと思います。ということで今回はこれで終わっていきたいと思います。今回の動画良かったと思われる方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとう。